ロシアもイラつく最大規模の日米合同演習オリエントシールド21。2021年6月24日から始まった日米共同実動訓練オリエントシールド21は2週間にわたって日本各地で行われ、7月4日に終了しました。参加したのは米陸軍と陸上自衛隊です。この共同訓練は日本国内で実施されていますが、演習の名前からお気づきの通り、アジアを守るという意味が込められています。1997年から始まったこの共同訓練は毎年行われており、今年で25回目となりますが、今年は最大規模で実施されました。毎年参加する部隊は変わります。今回参加した陸上自衛隊の部隊は中部方面隊、北部方面隊第1特科団、陸上総隊直轄、中央特殊部機防護隊等約1400名。米陸軍部隊は在日米陸軍司令部、第40歩兵師団司令部、第17歩兵旅団、第28歩兵連隊第1大隊、第38防空砲兵旅団第1防空砲兵連隊第1大隊等、約1600名。日米双方で3000名が参加しております。陸軍部隊同士の共同訓練としては最大規模の演習であり、今年は特に規模が大きくなっています。中共の脅威に日米が反応しているのは間違いないでしょう。中部方面隊は日本列島の陸上自衛隊でいうところの中部、愛知県以西、山口県までの中部地方、関西地方、中国地方、四国地方を管轄する部隊です。第一特科団は北部方面隊直轄の特科部隊で、地対艦ミサイル203ミリ自走榴弾砲、多連装ロケットマーズを装備しています。昔で言う重砲隊という感じでしょうか。師団、旅団の特化部隊より重い装備を有している部隊です。師団、旅団の特化部隊は155ミリ榴弾砲が主装備です。中央特殊部機防護隊は、地下鉄サリン事件や東海村臨海事故、東日本大震災時の福島原発事故などにも出動した NBC 兵器防護の専門部隊です。サリン事件、東海村事故の時は第101化学防護隊という名称でした。一方の米軍は、第40師団司令部はカリフォルニア州オレンジカウンティ、第17旅団はワシントン州フォートルイス、第28歩兵連隊は米国中部カンザス州フォートライリー、第1防空砲兵連隊第1大隊は沖縄から参加しています。第1防空砲兵連隊以外は、すべてアメリカ本土の部隊となります。第1防空砲兵連隊は、通常は沖縄本島で防空任務についている部隊です。このオリエントシールドは、どのような演習かといいますと、米国本土から来演する米陸軍を、日本の本州で受け入れた後、陸自と共同で反撃を行うという演習になります。そのため、米国本土からの日本の本州への機動訓練、日本の本州から戦闘地域への機動訓練、そして日米共同の戦闘訓練、NBC 防護訓練となります。日本の本州からの機動訓練においては、戦闘地域が日本領土内を超える場合も想定しているのかもしれません。例えば台湾有事などです。今回は米陸軍の第1防空砲兵連隊が沖縄本島から機動訓練を行い、奄美大島に起動し、陸自の防空ミサイル部隊と共同訓練を実施しています。訓練なので起動先は奄美大島でしたが、実際は台湾への起動を意識した訓練であったような気がします。でないと、そもそも沖縄本島の米軍が奄美大島に起動する意味が今一つわからないのです。奄美大島に米軍防空部隊が守るべき必要のある施設や部隊はありません。奄美大島には陸自の対艦ミサイル部隊があり、それを陸自の防空ミサイル部隊と普通科部隊が守っている状態ですから、
米軍の防空ミサイル部隊がどうしても必要という状態ではないと思います。奄美大島を使って、部隊の乗船、移動、上陸、配備などの手順を確認しながら訓練を行ったのだと思います。奄美での共同訓練においては、米軍の E3 セントリーや日本の E767 などの早期警戒管制機からの情報をデータリンクで、日米の防空部隊双方が受信し、手分けしてスタンドオフでの迎撃訓練を行ったのだと思われます。例えば米陸軍パトリオット部隊は、弾道弾の終末段階の迎撃、陸自は弾道弾以外の巡航ミサイルや航空機の迎撃などです。この訓練で気になったのが演習場所として、米軍京ヶ岬通信所が入っていることです。この通信所は京都府にあり、日本海に突き出た半島の先端にある通信所なのですが、ここに配備されているのは、通信部隊だけではなく、サード用の長距離探知レーダー部隊が配備されています。つまり弾道弾迎撃ミサイル用のレーダーがここに配備されているのです。ただしミサイルは配備されていません。ミサイルは韓国とグアムに配備されています。サード用のレーダーは ANTPY2 というレーダーになりますが、探知距離は 1000km を超えます。この部隊が参加しているとすれば、弾道弾迎撃についても共同で訓練したと見た方が良いでしょう。また陸自の中央特殊武器防護隊も参加して、戦闘車両の除染などを行っておりますので、NBC 兵器による攻撃を受けたことも想定しての訓練だと思われますので、かなり大掛かりな想定の下で訓練を行ったと推定されます。北海道の八重洲別演習場では、日米のロケット部隊が実弾を発射して訓練を行っています。米軍のハイマースと陸自のマーズです。発射するロケット自体は同じものが発射可能ですが、陸自のマーズの半分の大きさで、装輪のものがハイマースです。航空機での輸送が可能なように小型軽量化されているわけです。ロケット弾は広範囲を一気に制圧するための兵器であり、主に装甲車両、軽車両に対して小弾を叩きつけて破壊します。ですので、今回の訓練は、装甲化された部隊が上陸してきたことを想定しての訓練だったのだろうと思われますが、日本でロケット弾を発射できる演習場は極めて少ないので、八重洲別演習場になったのでしょう。滋賀県の相場の演習場では、戦闘ヘリなども参加して、米陸軍と共同で、戦闘訓練を行っています。その中には市街地を模した施設での市街戦訓練も実施しています。伊丹駐屯地では、陸自の中部方面隊司令部と在日米軍司令部、米陸軍第40師団司令部が、指揮所演習を行っています。指揮所演習とは、作戦計画の立案や分析などの研究を行いつつ、指揮官を補佐する幕僚や司令部管理能力の維持と向上を図るための訓練となります。日米の連携は強化されつつあります。通常兵器では日米同盟に台湾を加えると、中共が東シナ海でも南シナ海でも、優勢に作戦を行うことはほぼ不可能でしょう。それだけに汚い手を使ってきそうな予感がしております。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。Thank you for viewing. See you next time. Bye bye.